はい、大温泉ことでございます。今日なんですけれども、ナットレーザーのフェス来ておりましたのでやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。まずナットレーザー、出るまで、ゲット、ね、目指してやって、そこから、軽くね初段、検証してみたいなと思います。はい、ね、もうまあ結果論が、まあ、オープニング今から撮ってるんですけれども、結構珍しくいろいろ出てくれたので、まあこの時期に関してした、まあ、いい補強にできたかなというような形かなと思います。はい、まあ、ただ、ちょっと使いづらさはちょっとランクもやってみて、正直やっぱ日本パから移行したのでキャラが慣れないっていうのと、確かにあの 60% 出せるんですけれども、ちょっとなかなか難易度高いなというような形を思いました。はい、ブライアンとかの方がね、センターバック石崎だった時に単純に放り込めば、石崎の頭ね超えてくれるっていうのと、まあ、80% で高浮きになるっていうので、まあ、勝率こそ違えどというところはあるんですけれども、まあ例えばナトレーザーそのまま石崎にぶつけた時に高浮きはねブロックで止まってしまいますので、まあ、その辺違うかなというようなところです。はい、まあトーマチェックでもあったかなと思うんですけども、デバフのナトレーザーにねフルメタルファントも移植するというのが、一番強いというような形にもなっておりましたので、まあこう今やる人たち、まあ、あと3、まあ、あといつも言いますけども4、4月5月ありますので、その辺判断してから引くっていうのもいいんではないかなと思います。それではよろしくお願いします。試すんだね。行くぞナトレーザー。行け、頑張って行くぜ。あれを試すんだね。行くぜ。腕を上げたな翼。ロベルトとサッカーをするのは本当に楽しいよ。行け。腕を上げたな翼。ロベルトとサッカーをするのは本当に楽しいよ。チャンス。俺の本気のディフェンスを見せてやる。行くぜ。行くぞ。気合が入ってるな。なんだかワクワクしてきちゃって。頑張って。行くぜ。あれを試すんだね。行くぞナトレーザー。行け翼。この野郎誰にも止め。行くぜ。絶対に決める。行くぜ。行くぞ。
行くぜ。気合が入ってる。仕事しっかりしのプレイを。行くぜ。行くぞ。行くぜ。腕を上げたな、翼。ロベルトとサッカーをするのは本当に楽しいよ。共にチャンピオンを目指そう。サッカー王の称号は俺が奪い返す。俺たちで最強のシュートを作るんだ、サンタナ。ああ、いいだろう。行くぞ。これが俺たちの合体技、メタルファントムだ。行くぜ。俺の魂のプレーを見せてやる。はい、いかがだったでしょうか。国際リンクが、一つねちょっと欠けてたんですけど、まあどうかなと思ってやってみたんですが、多少絆差が、あればですね、60% 出していけるというところ分かりましたので、必ずしもそうですね、国際リンクフルじゃなくても、まあ相手の条件次第では、60% 超えていけるのかなっていうのがありますので、まあ、その辺はどの辺が、今お相手の方絆多くなっていくのかっていうところと、日本パーベースだった方が、まあ、ナットレーザーを使い出した時にたけしとか、この辺がね外れてくるというところで、まあ、若林単体の日本バフというのはあるんですけれども、日本バフが減っていくっていうのもありますので、まあ、抜きやすい環境っていうのが来るのかなと。ただ、日本バがねフィジカルコメだった場合はなかなか 60% 出していくっていうのは難しいかなというのもありますので、まあ、その辺はどの辺の、絆でやっていくのかっていうのと、あとはランクマ、まああとデバフパですよね。デバフパにあった時にどういう風なね対応ができるようなデッキで準備していくかというところで、まあ、この辺はまあ、カップ戦、ランクマを含めて、まあ、どこがね多勢な部分なのかっていうのを見極めながら、デッキ調整していくというような形が4月の前半なのかなと思いました。はい、いつもご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。それではまた。